先頭から新外まで11、2馬身といった春の女王ビクトリアが微笑むのはどの馬か。今年も府中には強い風が吹いています。スタートしました。素晴らしいスタートを切っていきました。さて何がいくのか。おっとブーケフレグランスか。ブーケフレグランス、そして内からは湘南ラノビアといきました。ヤマニンメルベイユも行きます。間をついてはセラフィックロンプ。前4頭の先行争いにブラボーデイジーが現在5番手。6番手にウォッカ、6番手にウォッカです。そのウォッカをちょうどマークする形でリトルアマポーラがついていきました。マイネ・レーテル、ジョリーダンス、そして5番のザルマ、ちょうど中段どころ、爽やかラスカル、そして当番のムードインディゴが行きます。あとは7番のレッドアゲート、川上プリンセス上がっていった、川上上がっていった、そして8番のチェレブリタ、そして16番のアルコ・セニョーラ、末足にかけるレジネッタ、そして18番のヤマニン・エマユという体勢。先頭から新外まで11、2馬身といったところ、それほど縦長にはなっていません。800の標識通過。先頭1番の湘南ラノビアの逃げがリードちょうど1馬身。2番手に4番のブーケ・フレグランス、スカーレットの妹です。そしてその後ろにヤマニン・メルベイユがつけています。その後ろ2番のブラボーデイジーと並んでウォッカがいる。さあ4コーナーから直線コース、ウォッカが先行勢を射程圏に捉えている。先頭湘南ラノビアだがウォッカ馬なりだ。ウォッカ馬なりでもう先頭に並べかけようとしている。ブーケ・フレグランス、ヤマニン・メルベイユ、坂を駆け上がってくる。